こんばんは、渡辺水香です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2019年12月18日です。はい、昨日からですね、体のエーダーテストネット版、まずダイダロスがリリースされまして、それから鎧がリリースされました。あの鎧の方も最初の時はなんかアクセスが集中したためかなかなか うまくいかない人が多かったんですけども、あの、今、続々とステーキングまでできましたという方が増えてきました。ということで、あの、あと私の方からちょっとその前にですね、あの、鎧の、あの、テストネット版のご案内の前に、えっ、ー、と、ユーターさんのプールのこ、ステークプールのことなんですけども、まあ、あの、嬉しいことは嬉しいことなんですけども、ちょっとね、あの、この ZZZ というプールが、なんと、あの、世界一、 ステーク量の多いプールになってしまいましたということです。朗報かつ秘報ですということで、想定外にステークが集まりすぎ4億円台になってしまったと。IOHK の想定する適切なプールの大きさの8倍になってしまったということなんですね。本当に嬉しいですが、分散化という意味ではこれではちょっとまあよろしくないというお話になったらしくて、あの今、あのこちらの ZZZ の方がもう新規の募集は打ち切っています。その代わりですね、 あの、日系の姉妹プール、JAPAN、まあ JAPAN ですね、JAPAN、それか KTN、それか POP、この3つのプールがありまして、これも、あの、ゆうたさんが全面的にサポートしてくださるということです。あと、あの、サーバーの方も監視しているということで、あの、まあ、ほぼ同等のね、サポートが受けられますので、あと、 委任料の方も5%以下に設定するということでやってくださっていますので、のこちらの方からも、あのステーク、ステーキングを委任することができると思います。で、私もね、もうちょっと ZZZ は間に合わなかったので、JPN の方で、はい、あの、ステーキング今させていただいております。ということで、あとなかったかな。 まあ、こんなわけでね、あの、本当にね、ステーキングが始まって、まだ二日と経っていないのに、ちょっとプールの方がね、<laughs> <laughs> ZZZ が新規打ち切りになってしまったということで、まあ、残念でもありながら、でも、あの、また、こちらで同等のサポートが受けられますので、ご安心ください。ということで、えっ、ー、と、まず、こちらの鎧なんですけれども、これはまあ、どうやって開くかと言いますと、あの、私が先日から、 申し上げています。あの、ここ以外は詐欺ですよ、みたいな注意喚起あ、こちらですね。インセンティブ付きテストネット専用サイトから開いていただくか、鎧ウォレットのサイトから開いていただく。これも URL 貼っておきますので、えっと、まず、えー、インセンティブ付きテストネット専用サイトは、えー、ちょっと戻しますね。こちらですね。こちらです。で、これを、えー、ステークを委任というところを押していただくと、まず、 ダイダロスがもうリリースされてますので、ダイダロスもダウンロードできるし、あとその下に鎧がありますね。鎧がダウンロードできます。そうでなければ、鎧の、えー、ウォレットのサイトがありますので、それがこちらになっていますので、こちらの、あの、クロ、クロムのテストネットからインストールしていただければいいということになっております。では、ちょっとね、早速、あの、ご案内していきたいと思うんですけども、えっと、こちらですね。はい。 で、こちらなんですけども、先ほどの画面と同じように、Chrome のテストネット版をまず押していただきます。で、で、そうするとここ、こういう画面が出てくるんですけども、これは、あの、Chrome から削除しますということで、私以前に、あの、 前、前に、これの前のテストネットの時ありましたよね。で、その時に、鎧のテストネット版をダウンロードしているんだったら、もうそれを使っていいというふうなことを申し上げたと思うんですけども、やっぱりこれ一回削除してから新しい俺と入れた方が、 いいというふうに聞きまして、そこをちょっと訂正させていただきます。あの前のものは削除してしまって大丈夫です。あの前の1回目にダウンロードしたテストネット版の鎧ですね。そちらはあの削除を1回しましょう。で、していただきまして、で、そうすると、こういう画面が出ていきますので、あの拡張機能追加というところを押していただきます。で、そうすると、Chrome に追加と出てきますので、Chrome に追加しましょう。で、また確認が あで、拡張機能を追加。と、なんか、えっ、ー、と、2回出てきて、私は、ちょっとね、順番通り撮ってて、まあ、こんな風に撮れてしまったんで、これ、順番通り並べております。で、えっ、ー、とあ、で、そうすると、確認していますと出てきて、はい、あの、画面に追加になりました。で、この、あの、画面になりました。この、このアイコンですね。このアイコンが、この拡張機能のところに加わりましたら、作業を始めていきます。 で、まずこの画面が出てくるんですが、まあ、あの、言語を選ぶので、私は今回日本語を選びました。で、次に行きましょう。で、次に行きますと、利用規約に、あの利用規約が出てきますので、こちらの方をポチッと押していただいて、次へに、次へを押します。で、そうしますと、まあ、こういう画面が出てくるんですけども、このウォレットを復元するですね。今回あの、ウォレットを復元していって、で、それ,それであの、 ステークを移入するという形になりますので、まず、ウォレットを復元します。で、えっ、ー、と、15単語の、えー、あ15単語の、ね、復元フレーズを入力していきますよというふうな画面が出てきます。で、ここを押していただくと、この画面になります。で、ウォレット名っていうのはね、なんかあの、まあ、適当に考えた名前で、あの、いいと思います。それを、ま、ステーキングに使,使いたいウォレット名というのを、あの、 ま、入力していただいて大丈夫です。それと、あの、復元フレーズなんですけど、復元フレーズはご自分のテストネットじゃなくて、スナップショットを撮った時のウォレットですね。そのウォレットの復元フレーズと同じものを入れていきましょう。ということで、あの、 えっと、自分でこの手、手打ちをすると、例えば、あ、あで始める復元ワードがあるとしたら、なんかその、あの候補みたい、あので始まる単語の候補が、こう、下の方から出てきますので、その、あの、下から出てきたその候補のうち、正しいものを、ポチッとしていただくと、ここ,こ,こに、この復元されるっていうんでしょうかね。あの、ここに、こう、打たれていくという形で、で、それを、あの、15回、15ワードありますので、まあ、15回繰り返します。で、次に、じゃあ、あい、あいで始まる、 あのこと、単語だったら、愛と打っていただければ、またあの候補が出ていきますので、その候補の中から一つ選んで、選ぶと、あの、また次に表示されるっていう、そういう形で、あの、それを15ワード分つ、つなげて、っていうか続けていきます。であとはあの、新しい送金パスワード、これも新しいパスワードを考えて、あの、入れて、 あの、入れてみて大丈夫です。あの、私はなんかあの、あれ新しいの入れるのかなと思って、ちょっと古いのっていうか、実際の自分の、あの、自分のォレットで今まで使っていたパスワードを入れたんですけども、まあ私はどっちにしてもちょっと、あの、今現在実際の鎧にあった、えっと、鎧、そのテストネットじゃなくてスナップショットを撮った時点で鎧にあったその映画は今、ダイダルスに移しちゃったんで、まああの、前の、 パスワードでも大丈夫かなと思って入れたんですけど、新しいパスワードで大丈夫です。ウォレットメとトなんか新しいパスワードのところは新しいので大丈夫なようです。で、復元フレーズだけはあのご自分が実際に使っていたというか、スナップショットを撮った時点で、エーダを鎧に置いてあった、その鎧の復元フレーズと同じものを入れてください。 で、次に行きましょう。で、そうしますと、この画面が出てきます。で、これはあの、バイロンアカウントチェックサムっていうのと、あの、シェリーアカウントチェックサムっていうのが出てきます。で、まあ、これはちょっと確認していただいて、特にあの、えっ、ー、と、今までだったバイ,バイロンアカウントチェックサムっていうのが出てくると思うんですよね。で、あの、今までご自分が使っていた、鎧ウォレットのその、なんてアイコンみたいなのありますよね。あの、カラフルなアイ,アイコンと、あと、えっ、ー、と、まあ、 アルファベットと数字の組み合わせであったと思うんですよ。で、あの、バイロンアカウントチェックサムの方が、その、今まであなたが使っていたウォレットにあったはずです。で、あの、シェリーアカウントチェックサムっていうのは、あの、初めて見るものになると思います。あと、バイロンウォレットアドレスとシェリーウォレットアドレスがそれぞれ出てきて、なんかシェリー,アドシェリーのアドレスの方が長いんですよね。で、こちらを、あの、 このバイロンアカウントチェックサムっていうのがあっていたらですね、確認というのを押していただきます。でこれはあの本当の今まで使っていたご自分の鎧のウォレットを確認していただければ分かりますので、このアイコンの横に、えーとまあ、アルファベットと文字の組み合わせが、アルファベットと数字の組み合わせがあったはずです。でそこと一致しているんであれば OK ということで確認を押していただきます。 でそうしますと、こういう画面が出てくるんですけど、これは2019年11月29日の時点で、用類ウォレットにエーダーを保管していた場合は、ウォレット、シェリー用、えー、報酬ウォレットにアップグレードする必要がありますということです。で、えー、ウォレットのアップグレードが必要かどうかのチェックを行いますかということで、これはまあ、あの、チェックの方で大丈夫だと思います。で、そうしますと、えー、ちょっとね、もう全部白く塗りつぶしちゃってますけど、えっ、ー、と、まあ これまでのトランザクションがあったアドレスだとか、あと受信者のアドレスと復元後残高というのが出てきまして、で ま、これにもちょっとね、あの、トランザクション、送金するのにトランザクション手数料がかかってくるんで、ちょっとだけかかりますね。で、それを引いた最終残高というのが出てきます。で、これで、あの、送金するんですけども、これ、あの、ま、あ送金しちゃって大丈夫なのかって一瞬ね、不安になるかと思うんですけど、あの、大丈夫です。さっきのあの、あの、バイロン版からシェリー版に移すっていう感じですね。それがいわゆる、まあ、報酬をウォレットの方に移すっていう作業に該当するものだと思います。で、 あの、こちらは送金して大丈夫ですので、押していきましょう。そうすると、まあ、私の場合なんですけども、しばらくこんなね、あの、何にも出てこないんで、あ、なんか残高ゼロだなと思ったんですけど、まあ、今朝ですね、なんか残高ゼロですとか、いろんな報告上がってたんで、あの、なんか途中で作業止まっちゃいましたみたいなね。だから、私もそのパターンかなと思って、なんかしばらくこんな風で待ってたんですけど、そしたら、まあ、急にこういうふうに、あの、残高が現れてきました。えっ、ー、と、 で、ここにあの残高が出てきましたね。なので、あ、ついたんだなっていうか、まあ、まだ、あのえ、手、手になってますので、え、あの、まあ、ついたんだな、みたいな感じで、あの、見てました。で、えっ、ー、と、その次に、えっ、ー、と、あ、その次はですね、あの、委任を、あ、それであの、ちゃんと着金したのが分かったので、委任ですね、委任の方を押していただきますと、こういう画面になります。で、私はさっき、あの、ご案内したように、え えっと、JAPAN か KTN か POP って言ったと思うんですけど、ちょっと間違ったらあれなんで。えー、っと。あ、こちらですね。で、あの、これも、下の概要欄のところに、このように、あの、ZZZ の新規受付は終了しました。<laughs> 言っておきますね。で、JAPAN か KTN か POP で検索してくださいということで、まあ。もちろんね、あの、ゆうたさんのプールじゃなくても、あの、これはあの、 えっと、よろしければという話で他のプールを選んでももちろんあの大丈夫ですのでね。あの、まあ、ちょっと、あの、ゆうたさんのプールがいいというか、ゆう、ゆうたさんが見てくださるプールがいいということでしたら、まあ、JPN か KTN、POP で検索していただくといいです。で私はあの、JPN で検索しましたら、こんな風に出てきました。で、あの、えっ、ー、と、ジャパン東京ステーカーという名前なんですね。な,なんかそんな感じ、あの、 素敵な名前だなと思いました。ということでえ、こちらの方にデリ、あ、あれ、ちょっと待ってください。あそうですね、こちらですねで。こちらの方にデリゲートしたいので、これ委任ですね、デリゲートしていきますので、こちらを押してください。でそうしますと、こういう画面になりまして、えーと、ステークプールネームが東京ステーカーで、 あと、ま、なんか、ステークプールハッシュいうのが出てきまして、手数料がここで0.8だ、かかります。で、あの、金額なんですけれども、金額は、あの、最初から自分が、あの、自分が復元した、その、ま、残高ですね、残高の全額がここに、 入ってしまうんですね。で、あの、まあ、分割してどっか違うプールに預けるっていうのはなんかできないようになっていまして、で、さっきの後、送金パスワードをこちらに、さっき設定したね、送金パスワードを入れていくんですけども、まずここを読んでみますと、一度に委任できるステークプールは一つだけです。ということなんで、やっぱりそこにある残高全部をね、なんか委任するっていう形になるようです。で、委任するステークプールをいつでも変更できます。まあ、変更はできるんですね。委任はいつでもキャンセルできます。ということで、まあ、あの、預けるんだったら その,その時いあのい1回に全,全財産というか、あの全残,残高という形になるんでしょうかね。それで1回、あのまあ、そのステークプールは1回じゃなくて、1つですね。あの1回につき1つのプールに全額を委任するという、そういう形になるようですね。で、送金パスワードを入れていただきまして、委任を押しますで。そうすると あごめんなさいね。これは入れたところですね。しつこいですよね。えっ、ー、と、送金パスワードを入れます。それで、あら、なんかずいぶんこの画面が続きますね。で、そうするとこのページになります。で、今度はあの、ダッシュボードページというのを押していただきますと、このページになります。で、そこで、えっ、ー、と、まあ、残高が出てきます。で、ここにも出てきます。で、ですね、ちょっと待ってください。この前になかなかったかな。ないかえっ、ー、と、こちらに、えっ、ー、と、その、エラの、 残高、全残高が出てきます。ということになりますね。あとで、ここにも、ここにも表示されたんじゃなかったかな。そんな感じがするんですけど。あ、そうですね。表示されてますね。ということで、うん、という感じです。で、まだ報酬が発生してないので、こちらゼロになっていますけれども、まあ、ダッシュボードを見てみるとね、まあ、こんな感じで、うん、あの、委任されたプールも出ていきますし、という。 ことになります。で、このすべて表示っていうところを押していただくと、なんかその、えっ、ー、とサ、サイトに飛ぶのかなサイトに飛んだと思います。で、そこで、あの、どんな運営してるのかとかですね、その、ま、ホームページを見ることができるようになっています。ということで、ま、こんな感じですね。はい、あの、やっぱり、うん、あの、正常に動けば、あの、こちらの方がね、鎧の方が、 やりやすいなっていうのは私の正直な感想なんですが、まだあの、ダイダルスの方は私は、えっ、ー、と、あ、あの先にちょっとね進んだんですよね。ちょっと進んで、あの先に行ってもわかんないですね。あの、報酬用ウォレットを作るところで止まってしまったんですが、今日はその先まで進んだんですけども、そのステークプールの画面がなんか何も出てこないっていうか、そんな感じでまた止まっております。ということで、あの、まあ、こちらの方で鎧の、あの、まあ、鎧の方,方の、 えー、手順の方は終わらせていただきます。すいませんね。なんかもう頭が働かないですね。はい。ということで、あのね、素敵なステーキングライフを送っていただきたいなというふうに思います。では、最後までご視聴くださいましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。